12話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではいきましょう。レッツゴー。来た来た、かっこいいな。にしても悪いな、なんか戦艦がかっこいいよな。偉そうなこと言っといて結局海賊なんぞに絡まれてこのざまだ。彼らもかっこいい。兄貴兄貴、道理のわからねえチンピラの持ってきた安い喧嘩だ。でどうする兄弟。おう、安い喧嘩だが舐められっぱなしってのも面白くねえ。どうかんだ。クール。じゃあ一応俺たちの道理ってやつを教えてやろうじゃねえか。いいっすね、もうこのやりとりがたまらんすわ。そしてミカ。こんな時に俺ってやつは。よかった、何でも言っとって。命が危ないところだったんですよ。本当にな。そうそう、ほんで彼女に感謝や。けど団長たちがやるっつってんだから大丈夫だよ。おうよ。そうですよ、ゆっくりしとけ。しっかり休まないと。うん、メリットさんもそう言ってんじゃねえか。でもさ。かわいいから寝てろっての。いいっすね、大人のお姉さん優しい。まだ見つからねえのか。晴れてまうやろ。うちで一番足の長い百里で何度も紹介してるけど、ああ影も形も見えないね。おや、一方的に捕捉されているってことですか。どうやってそんなことを。エイハブリアクターを積んだ船をアリアドネの情報なしでそんな距離から捕捉し続けるなんて無理じゃない、うん、クーデリアを渡せなんて言ってきた連中だ。ああ、こちらの情報は掴んでると見て間違いないね。おそらく航路についても。航路の情報を持ってんのは兄貴のとこだけなんすか。だよな、うちの航海士が独自に作ったもんだからね。もちろん出航前にテイワーズには届けてあるけど、うん、情報が抜かれたとしたら再生でってことか。そんなことはあり得るんですか。組織がでかくなりゃな。フミタンが俺は気になってんだけど大丈夫かな。フミタンからのギャラルホルンへみたいな。どこかで待ち伏せしてる可能性もありますね。じゃあ航路を変えちまえば。それじゃあこの BGM がいい。相手を見つけられなくなっちまう。電子感。どうすれば。向こうが待っててくれ。サイバーパンク感がな。こっちもやりようはあるさ。おお、こっちも備えようだな。分かってるもんね、あっちもこっちも。うん、アキラ、そら兄弟が見つかったらな、たまらんわいや。おお、今のはこれは海か。いや、でも残骸がいっぱいあるな。海っちゃ海だけど魚なんておらんもんな。残骸祭りだな、残骸の海。うん、ちょっと違うな、青っぽいけどちょっと違う。今更海って意味わからんもんな。わからんこともないけど、わからんこともないけど、そこまで対比って今更。うん、さあ来た。アリダさんによると、うん、ブルワーズが奇襲をかけてくると予想されるポイントはここ。おお、デブリ単位ですか。はい、うん、厄災船の時に放棄されたモビルスーツや船の残骸が密集している一帯で。ああ、さっきの回廊上の抜け道があるんです。さっきのだ。なんでこんな不自然にデブリが固まってんだ。ってことはここに、このデブリの中には稼働中のエイハブリアクターがいくつも残っているんだ。おお、つまりリアクターから発生した重力がデブリを捕まえてるってことか。戦争の時の残骸ガンダムリアクターが重力を発生させてるんですか。はあ、今艦内の重力を作っているのもエイハブリアクターですよ。おお、そうだったんですか。エイハブリアクター。すみません、お嬢様。万能です。私がもっとしっかり説明しておくべきでした。そういうわけだから、普通の船は不安定な重力に支配された。すみません、この回廊は通らない。当然エイハブウェーブの干渉もでかい。その中で敵の位置を特定するのは無理だってよ。どうしてそんな危険なところを航路に組み込んだんだ。テイワズが独自に調査して発見した航路で、はい、単純に近道なのと今回みたいな隠密性の高い仕事の時は何かと重宝するらしいよ。ほうほう、とにかく敵の居場所が分かってんならさっさと乗り込もうぜ。正面からかよ。いいっすね、こういう隠された道。正面からじゃ無理だろうな。波のやつじゃ越えられねえデブリ帯、うん、ほとんど目隠し状態の中での極芸高校。おお、そんな中いっぱいいろんなものが浮いてんのか。やってやれねえこともね。かっこいい。そういうことか。かっこいい。しかし本当にブルワーズという海賊はそこにいるのでしょうか。確かにいるな。敵も僕らがここを通らない可能性を考えるかもしれません、うん、そこで航続距離の長いラフタさんの百里とブースターをつけた三日月のバルバトスに石膏として出撃してもらいます。はいはいはい、敵は石膏の背後からイサリビとハンマーヘッドが来ると考えるはずです。航続距離の長い機体を使うことでその距離感を狂わせる。敵の注意が三日月たちの背後に向いている間に、うん、こちらが逆に奇襲をかけます。すごいいいなんか戦略ね、出来上がってるというか。それも筒抜けになってたら炭だけどな。奴らが出てきてその中にもし弟が正弘がいたらその時は。分かってる、明弘が来るまで適当に相手して時間稼いでみる。かっこいい、嬉しい。こっちがやられそうになったら約束はできない。うん、そのまあな。悪いけど。あ、分かってる。これ言わなあかんのも辛いな。言うのも言われるのも辛いわ。よかった。お弁当。これ。あいや。お弁当。デブリアさんと作ったの。おお。私はその簡単なお手伝いだけですが、はい、もっと
美味しいもの用意して待ってるから、お絶対帰ってきてね。なぜさんを見て一夫多妻制に気づいた姉ちゃん一夫多妻制、五等分の花嫁がまさにあれ一夫多妻制でいいやん。俺なら即刻国出て OK なところ行くよよし行こうって言って、こういう風になるんだ。前回ね、こういうのなかったから、すげえ。しばらく二人旅だね。よろしく三日月。悪いね、面倒なことに巻き込んじゃって。いいっていいって。うん、秋広の弟助けに行くんでしょ。ラクタさん可愛いよな。じゃあこっちも黙ってらんないっての。おー、いいね、いいね。彼女ええわ、すごくいい。みんな熱いな。了解。熱い男に熱い姉ちゃん、それがオルフェンズ。ええー、ね。あ、こう見るとなんか海じゃないね、ちゃんと宇宙って感じやな。こういう場所も全然あるだろうな。なんだ、余ってんのか。ペドロの分、おう、係のやつが間違って置いてった。おう、そっか、悲しす。ペドロのやつ今頃どっかで生まれ変わってるかもしれねえな。なんだそれ。昔さ、うん、まだここに来る前聞いたことがあるんだ。おう、人間は死んだら生まれ変わるって言うよね。生まれ変わる、もう一度赤ん坊になって母ちゃんの腹から生まれてくるんだと。そうであればいいんだけどな、記憶つきで。今までのこと全部忘れて人生やり直せるって。それなんだよ。そいつは人間の話だろ、俺たちはデブリだ。関係ねえ。死んだって何も変わらないさ。そうじゃあね。そんなのわからないぜ、うん、生まれ変わったらよ、金持ちになって。生まれ変わったらなんだって。なあ、出た、めんどくせえやつ。なんなら今ここで試してみるか。くそ、生意気にいつまでもくだらねえ話してねえで。イラッとするわ。仕事に戻りな。こういうの対応難しいもんな、倒すにしても。おい、はい、次はしくじるんじゃねえぞ。またヘマやったら今度はお前だけじゃねえ。お前らまとめて生身で船から放り出してやるからな、覚悟しとけ。私は彼が嫌いだ、すごく嫌いだ。もうじき回廊に入るよ。毒持ったれ。トンネルみたいになってるわけじゃん。うまそう。そりゃ肉が本当に毎回飯うまそうやな。てか何やってんの。勉強。おお、すげえ、すげえ、やってる。やばいね。いやー、これ感動やわ、感動やわ。ミカええな、すげえ。何やってると思ったら、やば。早いな秋広。食いながら勉強。出撃までまだ時間があるんだろ、休んでた方がいいんじゃないか。そうでもないんだよな。ここでいい。止まってらんないんだよな。わかるで。バルバトス、いても立ってもいられんのよ。データリンク切れました。いよいよ、いよいよ。こっちもデブリが増えてきたね。青いのすごいね、美しいね。なんかデブリつうところでは怖すぎだけど、あんなめっちゃ速いんやろデブリの場って。やっぱりここ一番って時は、まあ、軌道に乗ってる場合か。軌道乗ってない場合ってどうなるんだろう。スピード停滞気味なのかな。こんな時だけよ。それでもでも移動してるもんね、多分元のスピードがある。あ、移動してるね。ナビゲーションシステムリンクスタート。怖っ。だってよ、俺でこっちはお前らにおんぶに抱っこだ。目閉じとくから優しくするんだよ。了解。音が怖いもん。なんか一瞬注意機に入ります。カメラ大きく揺れる危険があるので、各員十分注意してください。伏線や、揺れるってことや。そういうの伏線って意味やで。あー怖いよ。俺まで怖くなってきたわ。なんか分かりきってるからよ。三日月は大丈夫だよ。あ、きっとコーンがまたある。はい、エンディング、オープニング、どっちか。エンディングかな、虹色のコーンみたいになったの。あー怖、あー怖。さーて、フミタン行くか。暗証合ってる、漢字コンクルみたいになってるわ。暗証当てずっぽ、知らんがな。むずいわ。どういう意味、暗証に乗り上げたみたいな感じ。何も見えない。それ悪い表現やろ。気をつけて、もういつ見つかってもおかしくないよ。うわー、見つかりづれ、見つけづらいか。あー、いるいるいる。ガマガエル、ランドディより報告、接近する敵モビルスーツを発見しました。おう、ネズミがかかった。豚やん。モビルスーツ対応出せ。めっちゃ豚やん。赤トン赤豚来た。豚やん。あの白いの、ペドロの仇。どうせここじゃ長距離通信は使えねえ、うん、今のうちに数を減らしな。けど本命は後ろから来る船の方だからね。囲んで絶対母船へ戻すんじゃねえぞ。はいはい。俺も出るよ。ペドロ、彼結構やらせるけど自分も行くんだよな。戦闘橋みたいな感じやな。恐ろしいぜ。海賊がここまで強いってやばいよ。焦るな、先に退路を塞げ、船の方へ追い込むんだ。おー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 、やりづれだろうな。こっちもブースターが邪魔でまともに動けない。お、このエハブウェーブの反応なんだ。おう、あー、これはこれは、こちらに近づいています。見事にピンポイント。まだ見えねえのか。はい、騎士乗組員全員子供やな。石膏が来たってことはどの道後からやってくる。それまでせいぜい可愛がってやる。一気起こせばワンチャンぶっ倒せるけどね、あの一軍の剣の時みたいに。それがむずいんだよな。たく、たかが二機に、まだ敵兵は見えんのか。はい、こちらの地獄からまだ何も。お、なんだ、来た。よりエハブウェブ。お、おお、やべ、かっこよすぎる、かっこよすぎる。何も見えねえような状態つっとったろいな。
下手打てば事故って死ぬぜ。かっこよすぎる。うちの船がなんでハンマーヘッドって名前なのか教えてやる。やべえやべえ、最初強い。おお、ハンマーヘッド回収や。特艦、おお、これダメージでかいで、でかいで、やばいよ。スピード相当出てるよ。遅そうだけど、これとんでもないぞ。おっ、やばすぎやろ。おはこ、やべ、ドッキング、てめえら行くぞ。やばすぎやろこれ、マジでかっこいい。逆に奇襲されちまったじゃねえか。どうすんだよ。ギャラルホルンからの仕事だぞ。うまくいきゃどでかい後ろ盾ができるかもしれねえんだ。こんなところで引き下がれるかよ。使われて終わりやろ。分かってんだよ。だからどうするっつってんじゃない。とにかくクーデリアって女を手に入れりゃ勝ちなんだ。無策。船に取り付いた奴らの相手をする。無策。外から奴らの船を潰せ。おお、孫子みたいになったもんな、あの体勢で浮いてんの。豚くん、豚の孫子やねえか。おお、アパエリアに敵が侵入。おお、とっとと始末しろ。おっと、待たせたな、アキヒ。すまない、俺か。ヒューマンデブリの俺らなんかのために。まだ言ってんのかよ、それ。それな、いい加減聞き飽きたぜ。もう俺も飽きた、いらんね、そんなもん。今までどうだったかは変えられねえよ。おお、俺らだって宇宙ネズミだ。うん、ただこれから先は変えられる。そういうことや。俺らの今は、うん、いくらでもな。それをまずお前が証明してみせろよ。かっこいい。今ここでな。そういうことや。デブリなんていねえよ。グレイズ書いてる。おーい、かっこいい、かっこいい。すげえな、ほんで美しいな。あんたたちの、いつもの宇宙と違う。クール。近づけさせやしないよ。うわー、姉さん。いや嬉しいな。こっちも行こう。了解。マジか、見てる。曲がなんか水星とかを連想するな。さあ、いい曲。やってらっしゃい。なんだ、どうなってるんだ。敵どこから。船がやられてる。敵の。どう。ガキどもは。何ボサッとしてんのよ。出た。1番から5番、俺と一緒に来い。他の奴らはモビルスーツを足止めしろ。こいつをとりあえず潰したいな。俺が行く。司令官潰しからのだな。ハンマーヘッドの直縁につく。ダフト、アジ、アキヒロを頼んだよ。アジさん、クール。美しき閃光というやつだな。おお、かっこいい、かっこいい。なんだ、モビルスーツからの攻撃です。マット作ったら映えそう。攻撃速度が。モビルスーツ。わお、よし、パーン。やば、ダメージなんかチート飛び道じゃな。おお、いよいよ、あー、いよいよ。笑えるぜ、守りはガラガラじゃねえか。かっこいい、かっこいい。かかった。やったらやり返されるよ。単独じゃ。どう、すまん、みんな行くぞ、マサキロ。なんとかとっ捕まえたいな、あの機体は。おお、いやいやいや、なんでや。あ、なんでや、アホか、なんでやねん。ほれ、もう、もう、何やってんだ。持ってけ、回収や。ナイス、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 ナイス。もう持って帰れ、お持ち帰りや。おお、迎えに来たぞ。ナイス。あ、そうだ。お、約束しただろ。兄貴、行け。ペドロの肩だけ。あー、おお、おお、わお、行った。容赦なし。容赦なし、ほっといた。ナイス。突っ込むんだよ。やば。おお。いやもうなんかやばいな、かっこよすぎる。ミカ、俺ずっと待ってたよ、兄貴を。いや、ええやん、今来たやん。だけど分かったんだ、普通はええんぞこんな宇宙。期待するだけ無駄だって。今合ってるやんけ、何とんねん。期待しただけ辛くなって。はぁ、こうして迎えに、それが無駄なんだよ。はぁ、こうしてさ、兄貴が迎えに来て、兄貴について行って、はい、それで何が変わるって言うんだ。めっちゃ変わるやん。何言ってんの。遅かれ早かれどうせ死ぬんだ。はぁ、だってそうだろ、俺たちはヒューマンデブリなんだ。おい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 、なんて死ねない。おい、勝手にするか。わっけわかめ、もう一個字みたいになってるやん。あの世であったら説教してやる。行くぞ。デブリは街でゴミみたいに死んでいく。うわー、そう、今そっかそっか。うわー、あっかんやん、あっかんやん、これ。うわー、ヒューマンデブリなんだ、地面でなんて死ねない。おい、勝手に出て。そっか、勝手に出て。どちくしょう。あー、敵をやったらこっちもやられる。行くぞ。当然だよな。うわー、ゴミみたいに、そうわー、デブリまさに浮いてるよ、人が。
ヒューマンデブリになっちゃってる。何をやったってどうしようもねえ。このまま一生何も変わらねえって。正直お前のことも諦めちまってたけどな。こんな俺を人間扱いしてくれる奴らが、いや家族って言ってくれる奴らができたんだ。連れて帰れ。ああ、持ち帰れ。みんながお前を待っててくれる。ああ、だからなんだよ家族ってなんだよ。うわ兄貴、そっちにとったか。あんたと父さんと母さんとそれだけだったよ。あ、俺の家族は。バットだ。正弘、俺があんたのことを待ってる間一人だけいい目に遭ってたのかよ。あ、全然ちげえよ。あんた俺を捨てた。違う、正弘、俺は。あんただってさ、今にわかるよ。お前、これはミカがぶち殺す未来が見えてきたな。しつこい、しつこい、しつこい、しつこい。うぜ、こいつはとりあえずやってほしいな。このネズミはよ、誰が援護しなさい。おい、うわ、もう全滅や。こいつもこいつも使わない。あとお前だけや。行ったれ行ったれ。おお、戦術はでもそれはうまいな。ハンマー砕きからの、でもそれで爆連にしてんのか。後ろの白いやつを。ああ、あんたは勘違いしてるんだ。人間だなんて。会話が終わっちゃうよ。すぐ分かるんだ。ヒューマンデブリがどうやって死んでいくか。すぐにね。まさか。そのまま抑えてよ。あかんすぎるわ。おう、ああ、最悪だ。まさひろ、帰るやろ。結局は遠ざけてるけど、あー、いや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 、この終わり方地獄やって。いやー、なんつーかなー。今ねドラマで初恋ざらりっていうのをね見てるんですよ。全然関係ないんだけど、なんかねちょうどなんかちょっとこう好きなんだけど、あーってこうやってるようなね場面があって、わからんでもないんだよ。なんかだから彼としては行きたいけど、あーってなってると思うんだよね。もう俺的にはもう知らねえよ、行けよっていうね。もう俺ももうあのそんな迷わずに、あっよいしょみたいな、迷わずに今あーなんで俺は、あーっていう感じなんですよ。わかるわかる。からのこういう風にイエイってこうやってね、結局はだから推薦だよ。何やってんだよ本当に。なんかもうぐしゃぐしゃ、そんな感じです。もう気持ちがぐしゃぐしゃ。はい、今回はこんな感じで終了していきたいと思います。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。また次回しましょう。 See you next time!